まあ、ご褒美は何？ご褒美ちょうだいって赤ちゃん顔してまちゅねうーん、どうしよっかなご褒美、内緒にしちゃおっかな。ママって呼んだらご褒美が何か教えてあげる。ご褒美はお耳をいっぱい甘やかしてあげることだよ。コムラ、なんで言うのさ。え？だって散らすのとかかわいそうじゃん。違うよ、そういうのがいいの。駆け引きっていうか、ママと赤ちゃんのじゃれ合いっていうか、こう赤ちゃんが恥ずかしそうに甘えてくれるのが私の中では至高っていうか。わかんないな。私はただ赤ちゃんをいい子いい子ってずっと可愛がっていたいけど。性癖の違い。まあとにかく、はい、それじゃあ今から僕ちゃんの可愛いお耳をいっぱい甘やかしてあげるね。まずは、しょ、このおしぼりでお耳きれいにしてあげる。あったかいのだから気持ちいいと思うよ。左右同時にふきふきしまちゅね。あたたかいおしぼりでぎゅってお耳を包んで、ふきふきって赤ちゃんのお耳をきれいにしてあげる。いくよ、せーの。ママは僕ちゃんが喜んでくれてすっごく嬉しいよ。お耳の溝のところをおしぼりでなぞるみたいに。
しぼりで包んで、ぐーって握って、パッて開いて、はい、ぐーパッ、ぐーパッ。これ、好き？僕ちゃん、本当に可愛いでちゅね。たぶん、チュキでちゅ。チュキ、チュキ、チュキ。あ、それいいね。私も。生まれてきてくれてありがとう。好き、大好き。チュキ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 。ママ、僕ちゃんのこと大好きでちゅ。食べちゃいたいくらいかわいい。チュキチュキ、とーいチュキ。好きだよ、赤ちゃん。私のかわいい大切な赤ちゃん、ずっと守ってあげるからね。一番の宝物だよ。すき、君のためならママ何でもできるからね。えへ、顔真っ赤にして恥ずかしそうにして、会いたいくらいかわいい。それってカマキリみたいな感じ？メスかオスを？ふぐふぐふぐ。全然違うね。お耳いっぱい綺麗になったから、次はガラガラさんで甘やかしてあげる。うん、ガラガラ。綺麗でコロコロした音するから、あやされたらすっごくリラックスできると思うよ。まずは私の方のお耳からガラガラしよっか。両方一気にするとちょっぴしうるさいでちからね。うん、じゃあ私は、赤ちゃんのお耳をお口で甘やかしてあげるね。はい。
気持ちいいの怖くないよ。
너무 지려 쓰겠대. 가만 내려가지. 빠져보다요. 마마가 이를 까라네. 가라, 가라. 다이저보다요.